日本愛知県岡崎市本町地区上明大寺町上、明大寺町は愛知県岡崎市の町名である。現行行政地名は上民大寺町1丁目及び上民大寺町2丁目。岡崎市のやや南西、名鉄名古屋本線東岡崎駅の北東に位置する。2019年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ぬかた郡明大寺村の一部を前身とする。明治時代初期には上民大寺村が存在していたが、1878年に合併し、明大寺村の一部となっている。2008年3月、岡崎市は東岡崎駅周辺地区整備事業の一環として、 東岡崎駅交通結設定整備基本計画を発表。駅を強調化し、北口に西側デッキと東側デッキの二つの構造を持つペデストリアンデッキを建設するというものであった。しかし、地域住民や商店街の商人から降下することにより、圧迫感がある、駅前が暗くなるなどの意見が寄せられたため、同計画は頓挫する。 2014年8月28日、市は新しく建設された名鉄名古屋本線東、岡崎駅の東改札口から北東方面に向かうペデストリアンデッキを建設すると発表した。明大寺交通広場と名付けた広場には高さ9.5メートルの徳川家康の銅像を設置する。市は 明大寺交通広場に隣接する上民大寺町2丁目14番地の土地の再開発を目指し、北東外区有効活用事業を計画。2016年3月28日に事業者募集を開始した。2017年2月24日、北東外区の整備事業予定者が、岡崎信用金庫と岡崎ニューグランドホテルの地元企業2社を含む SPC に決定した。 SPC の事業計画では、市が優勝で貸し出す、北東外区6559平方メートルに、客室110室を備える9階建てのホテル、コンビニエンスストアや、レストランなどが入居する平屋と3階建ての店舗棟2棟、立体駐車場などが整備される。立体駐車場の1階部分に1400台分の駐輪場が確保されるほか、北東外区の北側に、 秋代協公園の整備も盛り込まれる。SPC が初期投資として示した設計、建設費は約30億円。2018年4月10日、北東が育有効活用事業の工事が起工。2019年4月、複合商業施設の名称が、オトリバーサイドテラスに決定。同施設は北店舗棟、南店舗棟、9階建てのビジネスホテル、グランドイン東岡崎、 駐車場の4棟で構成される。同年6月1日に自転車駐輪場が、8月1日に原付バイク用駐輪場が、8月4日に自動車駐車場が共用開始した。9月8日にビジネスホテルが開業した。11月2日にオトリーバーサイドテラスがオープンし、東岡崎駅との間のペデストリアンデッキも通行可能となった。ありがとうございます。